3年前ぐらいにですね、東京の歌舞伎町の、デリヘル城のところにホテルに帰ろうと思って行こうと思ってたら、タクシーが急に目の前にパンって止まってですね、そしたら、黒さんも久保田さんが、なんか女の人と一緒に降りてきてのを見ました。2020年の、2021年の3月頃ですね。2月か。で、その女の人は、多分マネージャーさんみたいな人らしき人で、IKEA の青い、すごく大きい、真っ青なバッグを持って、ほなまた、みたいな感じで言ってました。で、こちらにちょっと気づいて目があったんですけど、絶対に話しかけるなよという目でこちらを睨みつけて、怖かったので、そのまま聞きました。ついに久保田を見た時の、なるほど。俺がなんて、どうしたの俺が。ホテル街みたいなとこで IKEA の青いバッグ持ってたけど、多分マネージャーみたいな人でお疲れ様でしたって言ってて、だからいやだったらちょっと待って、おい1回しか言わねえから、おい今電話したやつ、おいよく聞いておけよ。昼からラブホテル行ったこと暴露すんなよ、ぶち殺すぞ。思い出したんや。おい、なんでもありじゃねえからな。っていうことはマネージャーじゃなかったんや。マネージャーじゃねえよ。あんまり芸人行けへんで、昼ラブホ。しかも2022年やろ。じゃあな、あんま行かへんよ。何やねんこいつ、そら睨むやろ、うん、いや、吉本芸人で最後ラブホテル行った 8.6 倍バズーカ浜やねんだけやからな。そんなことねえだろ。吉本の本社から徒歩20秒のとこ行ったからね。何やねん南国風の。でもこの人ボケツを言ってるっていうか、まあ、うん、顔出てないからいいかもしれないけど、うん、僕がデリヘルを呼ぼうとした時って言って言ってたね。入りの時点で彼も偉いから。なるほどね、面白いね。ありがとうございます。